ベンノ・ロベッカーはドイツの画家、美術評論家である。現在のリトアニアのクライペラで生まれた。1884年から1885年の間、ミュンヘン美術院で風景画家の夫をフレリヒャーに学んだ。同時にミュンヘン大学で考古学、美術史を学んだ。1886年からしばしばイタリアを旅した。画家としては象徴主義のスタイルの画家。 アルノルト・ベックリンやフランスの風景画家、ジャンバティスト・カミー・ユコローやバルビゾン派の画家の作品に影響を受けた。初期の作品はバルト海の風景を描き、後にはイタリアの風景を描いた。ミュンヘン分離派とベルリン分離派の創設メンバーになった。コラムニストとして演劇雑誌、フライエブナや美術雑誌、パンに記事を書いた。1900年頃に画家として成功し、 有名な建築家、トルーストの設計でミュンヘンにスタジオと屋敷を建てた。この屋敷は、ベッカーの没後、アドルフ・ヒトラーの側近、個人秘書のマルティン・ボルマンが1945年まで所有することになった。東洋の美術品の収集家でもあり、1909年にベルリンで開かれた日本と東アジア美術展に収集品を対応した。ありがとうございます。